はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、使用貸借の解除について解説いたします。使用貸借っていうのは無料で何か物を貸してあげると、まあいった契約の内容です。例えば私が時計を持っていて、この時計無料で貸してあげるよ、これがまあ使用貸借ですね。で、無料じゃなくて有料で貸すのが、まあ、賃貸借契約になります。で、今回はこの使用貸借の解除権について、どういった場合に解除できるのか、またどういった場合解除できないのかっていうところを解説していきます。で、まず使用貸借の契約を結んで、で、物を引き渡す前どうなるのかっていうところを考えてみます。基本的に使用貸借っていうのは契約を締結することによって成立するんですね。で、その契約が書面で契約されていた場合、この場合物を引き渡す前であったとしても、これもう解除できませんよっていうのがまず一つ目のポイントになってきます。契約をした、で、その後物をまだ引き渡していませんよ、貸主は借り主に対してまだ物を引き渡していない、契約をしただけ、使用貸借契約をしただけで、その契約は書面で行ったというのであれば、この場合解除できません。貸主はちゃんと物を貸さないといけない、引き渡さないといけないよっていう話ですね。で、一方で書面によらない場合っていうのは、これは解除できます。やっぱりやめときますということはできるんですね。これは物を引き渡す前の話です。で、一方で物を引き渡した後どうなるのか、で、まず貸主はいつでも解除することができます。つまり、まあ、借りたものもう使わないからって言っていつでも返すことはできますよっていう話ですね。で、一方で、じゃあ貸主から解除できるのかできないのか、これがややこしいんです。ややこしいので、この表を使ってちょっと解説していきます。このフローチャートですね、これを使っていきます。まず期間の定めがある場合どうなるのか、つまり例えばこの時計をじゃあ1週間だけ貸しますよって言った場合です。これ期間の定めありますね。この場合は期間満了したら終了となります。基本的に中途解約っていうのはできませんので、2日経って貸主ちょっと返してほしいって言った場合、ちょっと返してって言ってもこれは解除することできませんので、あくまでもその期間が満了するまでは貸しておかなきゃいけないよっていうことですね。で、期間満了によって契約は終了となります。なので、まあこれは解除権の話ではなくて終了事由っていう話なんですけども、まあ一応ここも頭に入れておくといいでしょう。で、続いて期間の定めがなかった場合どうなるのかっていうと、期間の定めがなかった場合は使用目的を定めているかどうかによっても変わってくるんですね。例えばこの時計を貸しました、で、使用目的はって言ったら、例えば試験中にその時計を使いたい、腕時計使いたい、だから貸してくれということで、まあ無料で貸した、これ使用目的定めてますよね。で、一方でそういった目的を定めずに貸したというのは使用目的の定めがない場合で、先に使用目的がない場合を解説すると、期間の定めがなくて使用目的も定めていないといった場合は、貸主はいつでも解除することができます。つまり、まあ、いつでも返してもらうことができるっていうことですね。で、一方で使用目的の定めがあった場合です。使用目的の定めがあった場合どうなるのかっていうと、こちらに移ります。目的に従った使用収益をした場合としていない場合です。した場合っていうのは、先ほどの事例で言うと、試験中にこれを使うため、腕時計を使うために貸しているわけだから、試験中にその時計を使って、で、試験が終わったというのであれば、目的に従った使用収益をしたということなので、これはもう契約は終了となります。なので借り主は時計を返さないといけないということですね。まあこれも解除の話ではないですね。解除の話ではなくて、契約が終了するっていう終了事由の話です。で、続いて目的に従った使用収益をしていない場合どうなるのかっていうと、この場合はこの目的に従った使用収益をするに足りる期間が経過しているかどうかで考えます。今回の話で言うと、試験で腕時計を使いたいということで貸してますよね。ってことは、その試験が終わったというのであれば、もうこれは目的に従った使用収益をするに足りる期間も経過しているわけですよ。ということなので、これは解除することができますよ。つまり貸主は時計返してっていうことができるよ。一方で、まだそれ経過していない。例えば、その試験がまだ終わっていないといった話ですね。まあ、そういった場合はこれは解除できませんよ。貸主から解除することはできませんよという話です。まあ、このようにまとめていただくといいんじゃないのかなと思います。
ただこの物を引き渡した後貸主が解除できるのかどうかについては契約の終了事由もちょっとかかってくるし、また細かくこう枝分かれしていくのでちょっと分かりづらいっていうのかな、覚えにくいと思うんです。一つ一つ見ていって具体例を頭に入れていけば何度か復習したら定着すると思うんですけども、まあ一回見ただけではこれね頭に入らないと思うんですよ。なのでちょっと何回か見ていただいて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。